うわー、え、入ってる、取った、いやーすげえな今の。錦織、チリッチに雪辱、逆転勝ちで初の決勝進出。定年退職者の方、専業主婦の方に朗報です。定年退職者専業主婦専用 YouTube で着実に稼ぐ方法が完成しました。パソコンの方は白枠内をクリック、スマホの方は動画下の説明欄から見れます。テニスのシティオープンは7日米ワシントンで行われ、男子シングルス準決勝で世界ランキング5位の第2シード錦織圭25日清食品は世界8位で、第3シードのマリン・チリッチ26クロアチアと対戦し、3の616の116の4と逆転勝利で初の決勝に進出した。チリッチのサービスゲームで第1セット開始、第2ゲームでストロークにミスが出ていきなりブレイクされてしまう。第4ゲームでようやくサービスゲームをキープし1の3、その後は互いにサービスゲームをキープし3の6で落としてしまった。第2セットは錦織が第1ゲームをキープすると第2ゲームをブレイク、第3ゲームもキープした。だがその後メディカルタイムアウトを取って左太もものケアを受け心配されたが、第4ゲームではチリッチにミスが続出、錦織がブレイクして4の0とリードを広げた。第4ゲームはジュース5回という展開の末キープと完全に錦織がペースをつかみ6の1でものにした。第3セットはいきなり第1ゲームをブレイク、第8ゲームでブレイクバックされ嫌な流になりかけたが、続く第9ゲームではチャレンジに成功して流れを取り戻してブレイク、第10ゲームもキープして6の4で試合を決めた。両者の対戦は9度目で錦織が6勝3敗とリード。だが昨年9月の全米オープン決勝で敗れているだけに、錦織はマリンとの対戦はいいモチベーションになっている、自分は去年より我慢強くなっているし、ベースラインでの打ち合いも確実性を増している、そして以前よりもっと攻撃的なプレーをするように心がけていると語っていた。9日日本時間10日の決勝では世界18位で第8シードのジョン・イスナー30米国、世界55位のスティーブ・ジョンソン25米国の勝者と対戦する。